はい、今日も来ました、この戦場ということで、どうもこんばんちは、いすけです。ということで今日は青枠使って遊んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらの青枠ですね、レベル4にするために EX チケパーツだっけ、それ7枚使いました。また無駄な出費を。いけ、よし、よし、なんかラグいぞ君。ちょっと今見た？オッケー。サッカーなるから違うとこ行きます。多分敵さんはE か B に分かれていき、いくと思うので、さあこっち来い、ラグいな、やっぱ君か。残念。なんかよくわかんねえ。いやーでもいい感じだね。うん、まあこのセカンドリバイのいいところは何かと言いますと、武装の豊富さですね。はい、私すげえ武装がね、豊富な機体がねすごい得意というか、うわーわーご覧いただけただろうか、残像のように動いているユニコーン、相手にしたくない。さあとりあえずユニコーン走ってるとこを埋めていこうか。中継取られると厄介だからね。多分あっちから敵さん湧いてくるんだよね。さああのユニコーンの動きを無駄にしよう。取れ取れ取れ、オッケー。あーやべ、OK。 ありがとうございました。はい、ということで第一戦目でした。いや、あの今もい、あ、口が回らない。今までね3戦やってきたんですけど、1戦目2戦目はね、なんともね言い難い試合でしたね。ていうかラグいね。2戦目もちょっとねすごい赤い人がいたりとかしてね、ちょっと大変でした。なのでこの3戦目からね1試合っていうことにしていきます。さあ味方さんは中継、あ、この人だね。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。敵さん、ユニコーン、逆にユニコーンに称賛しよう。いやすごいね、質量を持った残像だったね。F91、はい、ということで2試合目の方行ってみましょう。はい、ということで第2戦やっていきたいと思います。はい、結構あれですね、1回戦の後から今3戦目ぐらいなんですけどね。って感じだね。なかなかいい感じのが試合がねできない
状況が続いておりますが、まあ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 というね、裏の事情は来る。あ、ちょっちダメ、目よ目。ユニコーン、おちょ、何十ちょ、敵しかいねえ。中継を取ってくれたら嬉しいな。オッケー、もらった、あれ回避が回復してなかったね落ち着け俺、落ち着けばなんとかなるさ。頭痛い方がね、結構戦えるのかもしれないね。お母さんいる？いるね。あいつ。あ、援護、ちょい。オッケー、ありがとう。オッケー、オッケー。あ、ちょ。甘い。ちょっと回復させてくれ。で、多分こっち、やっぱ走行だとちょっと重いね、動きが。機動強化2ぐらい欲しいな。なんかふわふわしてるよね、ちょっと。さあ、中継取りに行きましょうか。味方さんに取るよっていうことを伝える。味方さん8番機が敵の本拠点を攻めていると。まあ、あの機体ならいけるのか。すごいね、そう、超減ってる超減ってるわ。さあ、ここはあの人を信じて、私は中継を走るのが多分一番いいのかな。すげえな、減りすぎだろすごいダメージだ。ナイスー。さあ、あとは2機ぐらい倒せば OK だね。さあ、そのまま2番機を狙おう。オッケー、ありがとうございました。いやー、なんか終始敵がいたような気がしますねいや、でもね、なんだっけ、 GP01、 GP01 がね、敵の拠点を破壊してくれたおかげで勝ちましたね、今回。やっぱね、このブルーフレームの難点としまして、まあ、今の難点ね、走行強化型2なんで硬いのは硬いでいいんだけど、やっぱ動きがすごい遅い、もっさりしてるね。
やっぱそこがね、なんとも言えない感じですね。いや、素晴らしいです、GP01 さん。ありがとうございます。それから敵さん。敵さんは、なんだろうね。なんだろうね。あの人でいいかな。さあ、ということで今回ブルーフレーム使っていったんですけど、まあさっき言った通りですね、とりあえず動きがね、今走行許可型2の場合だとちょっとね遅いので、もう本当にね敵さんの動きを見ながら戦わないといけない。起動2だったらね、体験ぶん投げでね結構ご利用しできると思うんですけど、今のままだとちょっとね、本当にいろいろ見ながら戦わないとボコボコにされるって感じかな。シナンジュとか来られるとね、バズーカが避けられないですよね。起動2でどれだけ動けるか。それとあの下角を忘れてました。下角を忘れていた。まあいっか。はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、悪ければアバットボタン、それからチャンネル登録、ツイッターフォローとよろしくお願いいたします。あんまりね、いい試合だったとは言えないかな。昨日の試合がちょっとね、良すぎたんで結果がね、昨日の試合の結果が良すぎたんで、内容はあんまりだったけど、そう。ということで、また次回お会いしましょう。See you again! バイバイ、お疲れ様です。